こんにちは。何ヶ月でお扱いしますか。今10ヶ月です。このギターだって。そうだじゃない。はい。あ、そうなんですか。なのでチューニングは、はい。チャンネル名って俺の名前だったっけ？あ、そうだと思う、うん、変えたっけ最近もうこういうのひらがなで何年ぐらいあのバンドは11年。もう11年もう11年ついにギターが手に入った。お借りします。はい。何日間借りたの？何日間？一ヶ月からですよね。そうですね。スタイルですね。いや、一ヶ月でいいですか？はい。うん、行きましょう。6月の頭くらいまで。あ、そうだったんですよ。はい。すっかり起きちゃったの？ん？すっかり起きちゃったの？すっかり起きちゃった。トランペットもある。トランペットもある。なんかね、いろいろ、うん、楽器がいろいろある。嬉しいと思う。あ、ありがとうございます。店内ちょっと軽く。ああ、ぜひぜひ。やりました。メンタル。あの、顔出しアウトだったら、あの、避けますね。大丈夫ですか？映りますか？それはレンタル用の？これはあの、うん、買取で買い取りでさせていただいて、今からオークションに中古します。あ、オークション全部中古なんですか？あ、そうなんですか。バンドがすごく大きいな。バンドがすごく聞いたことありますよ。大きくなんですか？うん、街いいとこですか？いいとこですよ。ぜひ。はい。あ、三味線レンタルってこと？あ、これ中古ね。うん。うーん、グレコ。よし。何日か早く紹介すると思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ありましたよ。はい。近すぎる。ちょっと近い。じゃあ俺撮るわ。ギターを手に入れましたね。そこで撮るの？はい、ギター借りました。無事にあの借り入れました。あれ、俺パスポート返してもらったよね。パスポート返してもらって。なんかこうイージーゴーイングな感じであの良かったですね。あの某あの大手のレンタルサービスは
6ヶ月しか借りれないって言われたんですよ、うん、で月々の料金は全然いいんですけど、良心的なんですけど、良心的っていうのが普通なのか相場なのか分かんないけど、うん、ほんで6ヶ月もいないからさ、そうだよね、そうで今の、お店は1ヶ月から大丈夫ってことだったんで、うんうん、札幌のね生徒さんも結構ポロポロいるからさ、うんうん、ご存知の方もいるかもしれないね、もしかしたらね、うん、でその今回僕滞在中ね、うん、ギターないと寂しいからギター持ってきてないんですよ、僕は自分のギター、国際線ギター乗せるの嫌いなんで、僕はなるべく持って帰ってこなくていいのであれば持って帰ってきたくない、うん、だ今回はちょっともう1週間もギター弾いてね触ってないね、ちょっと禁断症状が出てきちゃうからレンタルなんとかって探してたんですけど、よかったね見つかってね、ギターのレンタルってなか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 ギターレンタルしようっていうアイデアに行き着かないんですよ、みんなさんね、うん、知らない人もいるから、うん、どれくらいかかるかとかね、うん、で月そんなにさ月5、6000円で済むんだったら全然いいと思う、うん、そうだね、いいと思うし、アコースティックギター初心者なんですけどとか、うん、何買ったらいいですかとか、予算いくらですとかっていう質問はやっぱりね相変わらず多いんで、そのレンタルで試してみる、レンタルでちょっとギターをレンタルギターを試してみるっていうのもね、何本かやってみてっていうのはいいと思います。それをしつつその何本かお目当てのギターを決めてお店で実際に弾かせてもらうみたいなギター選びはいいと思います、すごくいいと思います。カナダでもレンタルギターできるんですけど、日本ほどですかね、日本めっちゃいいですよこれ、これ本当にいい、そうなんだ、うん、だからやんないとかないと思います。カナダの生徒さんにこれねあんまりこう勧められないけど、日本でこんなにね良心的な料金であるんだったら絶対やった方がいいですよ。ラーメン食べ行こうか。